えー、地球の日本島では時間圧縮の魔法を得得したのですが、なのじゃ。えー、働き高がった改革で残業時間削減、働く時間を削減するのに業務はそれよき、または増えてるのじゃ。PC が発達して工夫すれば業務が減るのにそれをしてる人もあまりないし、もるもるは謎なのじゃ。あと、あの、無駄なことに人がお金を使ってるからですね。あの、結局そのエンターテインメントにお金を使って、あの、そこにその、要は、 例えばじゃあ、1万円払うっていうのって人によっては1日働いた結果の1万円なんですけど、それをじゃあそのなんかスーパーチャットみたいな何の生産性もないものに払ってしまうと、そこでまた無駄な1万円分の仕事をしなきゃいけなくなるんですよ。 で、じゃあその生産性もないなんかビール飲んでただおっさんが喋ってるものみたいなのにどんどんお金を払うことでその何も産まないものになっちゃうんですよね。で、そこがじゃあ例えばいい冷蔵庫を買いましたって言うんだったらいい冷蔵庫を作ろうと思ってメーカーが頑張るとかじゃあその綺麗な画面のテレビが買いたいってなるとじゃあ綺麗な画面を作ろうとか技術が進化していくんですけどそのただおっさんがだべってますっていうのに金を払うっていうのって社会に対しては発展をしているのではなくむしろ社会のリソースを奪ってるんですよ。 要はそのビール飲んでるおっさんにお金を払わなかったら、じゃあなんかどっかのレストランに行きましたと。そしたらじゃあ美味しい食事を作った方がいいよねってレストランが頑張るみたいなのがあるんですけど、そういうその社会が良くなる形であの世界中の人がお金を使い続ければいいんですけど、残念ながらどうでもいいおっさんがビール飲んでの喋るのにお金を使うみたいなことがあるので、結果として社会の発展というのは止まるんですよ。なのでエンターテインメントにお金を使ってる限り人類は進化しないんじゃないかなと思います。